皆さん、こんにちは。将棋ニュース速報をご視聴いただきありがとうございます。今回は第82期名人戦7番勝負第1局より藤井聡太名人対豊島将之九段で起きた大逆転を解説していきたいと思います。本局は解説の佐藤康光九段も、もう驚きの声を上げ、山口恵理子女流も終盤で発見した手に言葉を失う様子はタイトル戦史上ヤバすぎる事件で、もう豊島九段の意表すぎる研究外しから藤井名人劣勢になってしまい、いくら藤井名人といえどもここから勝つのはと、もうコメントされた直後にわずか3手で景色がもう180度変わってしまう事態には大事件以外の表現が見当たりません。今回はこちらを初心者の方にもわかるよう解説していきたいと思います。解説者、将棋ウォーズ7段のシガーです。それでは参りましょう。さて、それではやっていきたいと思います。今回は先手番が藤井聡太名人、そして後手番が豊島将之九段となりました。まず初手に先手番の藤井聡太名人は2六歩、そして後手の豊島将之九段は3四歩と突いていきます。この第82期名人戦、お二人の対戦成績は藤井聡太名人から見て22勝11敗というところで、相手は唯一藤井名人に、この2桁の黒星をつけている非常に強敵というところなんですけれども、本譜はなんとここで4手目からいきなり豊島将之九段は見たこともない秘策を放っていきます。それが9六歩という手。後手番で端歩を突くというのは本来ではただの一手損となってしまう認識が強く、これには控え室のプロの先生方も非常に驚かれていたんですが、本譜はこの進行に対して以下藤井名人は2五歩、そして3二金に対しまして6八玉と進んで、いわば後手番の豊島九段のこの研究外しに対して堂々と立ち向かっていきます。この6八玉は変えては7八金と上がっていくような進行も通常考えられるため、ここで玉上がりというのはこの8四歩という手を催促している、そんな側面もあります。本譜は8四歩に対しまして、そこで2四歩同歩同飛車。ここで気になるのはまず8八角成同銀に対して3三角という手なんですが、この飛車銀両取りは2一飛成に対しまして8八角成、そして7七角という返し技がありまして、同馬に同桂と進んでいきますと、これで一応銀桂交換ながらも、次に2四桂という、攻め筋や、あるいは1一竜と、香車を取って3三香などを攻め筋が生じていますので、現局面は先手の方が指せているといったところです。ですので、本当はこの2四飛車の毒まんじゅうに対しましては、こう8八角成と交換するのは無理筋で、8五歩に対して7八金、そして8六歩と後手も飛車先交換をしていきます。本当に序盤早々からかなり見たこともないような力戦調の展開となっていまして、同飛車に対してそこで本譜はここで3四飛車、これは部分的には横歩取りというようなところでもあるんですけれども、ただ本来先手番の藤井聡太名人は横歩取りになればよく青の竜5八玉からそして3六歩3七桂から4五桂と跳ねていくような、結構軽い陣形を指すことが多いところありますので、後手の豊島将之九段、今思えば、そういった青の竜ではなくこういった6八玉型、そこまで差し慣れてないんじゃないかというのを加味して、こういったところも選ばれているんじゃないかなと思います。以下8八角成に対しまして同銀、ここで少し穏やかな展開になっていくかなと思ったんですが、本譜は豊島将之九段は手を緩めません。それが2七角という手。これは4九の金取りにしつつ、次に4五角成という馬作りを狙った一手でもあり、また4五角成は飛車取りにもなっていますので、先手からすれば、結構忙しい局面となっています。実戦は、藤井聡太名人は89分の大長考を終えて4八金と上がっていきまして、開始早々21手目というところなんですけれども、ここあたりからはさすがに藤井名人も研究からすでに外れているかなと予想されます。4号角成に対しまして、この手も豊島九段は2時間近い長考で指されたんですけれども、2四飛車、そして2二歩に対して、この一手は先手からすると8六の飛車取りとしつつ、また5三角成という手も狙っていますので、豊島将之九段先ほど2七角と打たれたんですけれども、いわばその返しの一手とも言えます。もし仮にこの手順を嫌うのであれば、豊島九段は一応ここで、2三歩と打っておけば、飛車取りの先手と、することができますので、強い方であれば、こっちに打った方が良かったんじゃないのと、思われる方いるかもしれませんが、実はこれに対しては2五飛車に水面下で、3四馬、そして6三飛車と回っていく手がありまして、これが、6三左以下の先手となっています。7二銀と上がっていくのが形なんですが、これは先ほど2三歩と一つ上に打った効果によって、
7七角という、これ今度は飛車取りと香取りの両取りがかかることがありますので、いわば実戦のこの2四飛車に2二歩という、まあこれ土下座の歩とも言われますけれども、ここに打たれたのは、この7七角を嫌った、まあそんな理由が潜んでいます。本譜は7五角に対しまして7六飛車。そして5三角成と進んで、ここで現地の大盤解説では藤井猛九段がいきなり馬が2枚もできてしまいましたね、激しすぎますと、そのようなコメントをなされています。本譜は4二銀に対しまして5四馬、そしてこれが一応飛車と馬の両取りとなっていますので、これは同馬と取るよりありません。同飛車に対して4一玉と進んでいきます。お互いともに馬を作り合って、まあ、そこからまた馬交換で穏やかな展開になっていく、こういった進行というのは、まあ、まさにプロだからこそできる技というようなところですけれども、その水面下では非常に多くの嵐のような手順というのが潜んでいます。現局面では実戦藤井聡太名人は7七桂と跳ねて、ひとまずこの7八の金の当たりを避けていくんですけれども、これに対してはまた変えて8五角というような手がありまして、まあ一見するとこれが7六の飛車取りと6三角成のまた両狙いとなっていますので、かなり激痛に見えるんですが、一応この手に対しましては5九角という切り返しが存在します。同玉は7八飛成と金をボロッと取ることができますし、また変えてここで7九玉と引いていきますと、そこで4八角成と金を取ることができます。同銀と取っていきますけれども、そこで2六飛車と回っていきますと、今度はこれ4八の金を取った効果によって銀が3九から4八に移動していますので、直接的にこの2九の桂取りを受ける術がなくなっています。3九銀型であれば2八歩とギリギリ受けることができたんですが、それすらもなくなっていますので、現局面は後手の方が優勢というところ。先手も途中6八玉から2四飛車という、まあ、飛車先交換で3三角の毒まんじゅう見せたところありましたけれども、まあ、いわばこの4一玉という手もこの8五角の毒まんじゅうを見せた、そんな一手でもあります。そして本譜はこれに対しまして7七桂に、豊島将之九段はさらに強く7四飛車。でもこれ堂々と飛車をぶつけていきましたので、当然7四同飛車の変化は後手も大丈夫と踏まえながら指しているんですけれども、一応一例としまして同歩に対して8三角という変化、これも気になるところです。これは6一の金取りと7四角成の両狙いとなっていまして、以下6二金と進んでいきますけれども、ここで7四角成に対しましては一応2四飛車という返し技がこれまた存在しています。まあ、一応飛車を取って同歩に対して8三飛車とこちらに飛車を打っていくという変化も考えられるんですけれども、ただこの7四の歩というのが後ほど7五歩7六歩と突かれていくような筋は、まあ、目に見えていますので、こういったところを考えるとちょっと先手からすればやりにくかった変化かもしれません。本譜はこれに対しましては飛車を逃げる5六飛車という手が最善手となっていまして、以下2四飛車に2八歩、そして8四飛車と豊島九段を回っていきます。現局面では検討室で次番に藤井猛九段が座られていまして、後手番の豊島将之九段を持って指されていたんですけれども、ここまで進めば形になっていますねと、そのようなコメント残されており、一応現局面は先手からすれば一歩得というところなんですけれども、ただ2八に歩を打たされていますので、やはりこういったところはデメリットとして存在していて、まあお互いともにバランスが保てているといったところです。そして実戦はここで藤井聡太名人は、まあ先ほどこの7六の地点桂頭が少し弱い格好だというふうに解説したと思うんですけれども、これ7六に桂を打たれるというような筋も結構気になるところでありますので、まあ将来的なそういった筋を消すという意味でも5八玉とよって、まあこれでバランスを保ち、そして本譜はここで豊島将之九段が30分以上の考慮を得て1日目の封じ手となっていきます。現局面は39手目となっておりますので、まあ、角換わりや相掛かりの進行などと比べると比較的短手数な進行なのかなと思うんですけれども、ただ局面としましては、まあ、結構じりじりとした展開にもなっているかなというふうに思いますので、これは2日目としましては比較的長い進行が考えられるところで、名人戦は他のタイトル戦とも比べて持ち時間が多くあるんですけれども、まあ、それでも終盤戦におきまして結構時間攻めといいますか、短時間で指さなければいけない展開が出てくるんじゃないかなというふうに予想されます。本譜は2日目の封じ手、ここで豊島将之九段は7二銀と指されていきまして、これは脇田女流初段、そして斉藤佑樹三段と田中三段が挙げられていた候補手なんですけれども、後手陣を引き締める銀上がり、またこれに対しまして藤井聡太名人は8七銀と上がって銀冠を完成させていきます。
場合によってはこれはまた6八玉から7九玉8八玉と上がっていくような展開も考えられますし、また変えて8五歩と位を取ってから8六飛車に7六銀と上がって向かい飛車にするような進行も考えられます。本譜は7四歩と飛車の横の利きを止めていきましたので、この隙を狙って藤井名人は8五歩8二飛車に対して8六飛車と転換していきます。まあ、こういった飛車を横に逃げる筋というのを消した隙を見計らって向かい飛車にしていくというのは、もう本当に一手の隙も見逃さないという藤井名人の姿勢が伺えるんですけれども、ここで大盤解説の藤井猛九段は、いや現局面は振り飛車党の私として7六銀から、まあ、そして8四歩というような、まあそういった積極策であるとか、あるいは8九飛車と引いていくような具合でじいじいと振り飛車のようにして戦っていくような展開が考えられますので、これは結構先手持ちだなと、そんなことも述べています。本譜は3一玉と寄っていきますけれども、以下4九玉7三銀に対しまして7六銀と進んでいきます。また現局面で勝又七段が控室を訪れていまして、先手の藤井聡太名人の陣形は横歩取りの後手番で出てくるような形をしていて、横歩取りの後手番というのは本来不存をしているんですけれども、ただ本局の先手というのは歩得をしていますので、イメージ的にはいい感じがしますねと、そんなことを述べています。つまり現局面のプロ的な見解としましては、結構互角ながら先手番持ちというのが大半なところ、私としましては、いやーやはり藤井名人の本当に序中盤力、構想力、さすがだなというふうに見ていたんですけれども、ただ実戦はここで、豊島将之九段が積極的な一手で、局面の打開を図っていきます。それが、なんと9五角という手。なんとここに端角を打っていくというのが、まあ、本局意表の一手でありました。通常であれば、まあ、この9五角という手は、飛車を逃れた後に、すぐに9六歩と突かれていきますと、もういきなり角が取られてしまいますので、いや、なかなかお目にかかれない、そんな一手かなと思うんですけれども、当然、先手の藤井名人の8九飛車に対しましては、後手の豊島九段も狙いというのがあります。それが7五歩という手。同銀であれば、これ手順に7六の地点、ぽっかりと空いていますので、7六歩と打って攻めを継続することができますし、また変えて、ではここで8七銀と引いていくのはどうなのかということなんですが、これには後手の豊島九段は6四銀と手順に銀を上がって、またこの一手というのが9五角の逃げ道、6二角であるとか、まあ、あるいは場合によっては5一角と引いていくような筋が生じていますので、この9五角から7五歩、6四銀という手は、まさに後手一組の手順と言えます。現局面の AI の評価値としましては、先手の方が勝率 55% 程度となっているんですけれども、ただ藤井名人が主張するのに対して、豊島九段もこれ負けじと主張していく、こういった引くに劣らない差し回しというのは、後手番の豊島九段に頼もしさも感じます。本譜は6六歩に対しまして、6二角。そして6七金と進んでいくんですけれども、ここで後手の豊島九段としては、このまま何もなければこの6二角負担となってしまいますので、逆に4四角とこちらに転換していきまして、これは後ほど例えば5五銀から6六銀であるとか、あるいは飛車を5二飛車と真ん中に回っていくような具合で中飛車というような筋も見せています。本譜は3八玉とここで藤井名人は玉を入場して、この形、まあ、結構プロ棋士の先生方も触れられていたんですが、通常ではこの22歩に対して28歩という、これかなりの異形でありますので、ありえないというようなところなんですけれども、まあお互いともにこの2筋で歩を使っていますので、先手からすれば、まあ仮に27歩と突くような形になっても、26歩から2筋こじ開けて終盤戦で攻められるようなところはありませんし、また変えて、後手の豊島九段も23歩と突いていけば、22玉と入場して、逆に24歩の次歩から23歩と叩かれるような筋がありませんので、基本的にはお互いともにこう玉を右側に囲っていくというのが意外と硬い形となっています。本譜はここで後手の豊島九段を23歩と突いていくような筋もあったんですけれども、33桂と跳ねてこれで玉の懐を広くしていきます。そして本譜はこれに対して藤井名人は56歩と突いて、そして豊島九段は5一金と寄って、まあ、また駒組みのようなもの始まっていくんですけれども、ただここから先手の藤井聡太名人はまた決断の一手といいますか、ここでわずか14分の考慮で局面の流れを大きく変わる一手を放っていきます。それが4六角という手。
これは後手の豊島将之九段の現状6四銀と、そしてさらに言えば8二飛車という形がありますけれども、次に6五歩、7三銀に対して7四歩と打っていくような具合で、飛車のコビンを狙った一手であり、さらに大きく言えば局面の打開を図った、そんな一手でもあります。 AI の形勢としましては、現局面までこの4六角を放つまではずっと先手の藤井名人の方が評価値 55% 程度で推移していたんですけれども、この一手に関しまして後手の豊島九段も勝率が 50% 程度まで膨れ上がっていきまして、まあ、ここあたりは本当に先手と後手どちらともに判断かなり難しい、駒がぶつかっていく展開に進んでいきます。本譜は5二飛車とひとまず6五歩の筋を警戒して、まあ、これでも先手の藤井名人は6五歩とついてついに攻めかかっていくんですけれども、そこで7三銀に対して8四歩、これは同銀であれば9一角成と香車を取ることができます。ですので実戦はこの手に対して、まあ、普通は困っているところなんですけれども、またなかなか見えないような手順で後手の豊島九段も切り返しを図っていきます。それが8六歩という手、同銀に対しましてそこで軽く7六歩とついていきます。同金は5六飛車と走って、これで角取りと金当たりに狙うことができますので、まあ、例えば一例としてこの金当たり避けるのであれば7五金くらいなんですけれども、ただこれに対しましてはもう目が飛び出るとある一手が存在します。それが4六飛車同歩に5六角という手、これがよくよく見てみれば3八玉の王手と、そして8九角成の、まあ、これ王手飛車となってしまっていますので、これは先手が負けというところです。この一手前の8六歩という手は、この7六歩に同銀と取られないためにする必要な一手であり、また王手飛車を避けるのであれば先手もこれは8五桂と跳ねていくしかないんですが、そこで後手は8四銀と歩を回収していきます。かなり凝った手順であるんですけれども、なんと現局面というのは後手の豊島九段が勝率 60% 程度、先手の藤井名人は香車が取れる局面となっていますので、まあ、果たして何が起こったのかというところなんですが、実戦は9一角成に対しまして8五銀という手が豊島九段の狙いの一手でありました。同銀と当然取っていくんですけれども、そこで7七歩成とと金を作っていきます。先ほどまで取られそうだった7五の歩なんですけれども、いつの間にかと金に昇華することができたということで、現局面は豊島九段から見ればこれ桂馬と銀香交換で、まあ、ほぼほぼ銀損の局面でありますので、普通はその面だけ見れば相当悪そうなんですけれども、ただこの7七のと金というのは、まあ、先手の現状この6七の金に当たっていますし、本譜は5七金と寄っていくんですが、そこで7八とと入っていきますと、どんどん先手先手で攻めることができます。本譜は4九飛車に対しまして6八とと寄ったところで、ここで名人戦の持ち時間は2日制でお互いともに8時間程度あるんですけれども、気づけば両者ともに残り1時間程度になっていて、そして評価値としましては後手の豊島九段がまだ勝率 60% となっています。これまでの藤井名人のタイトル戦数々見てきましたけれども、現局面までの進行を見てみますと、これまで序盤戦から中盤戦にかけて藤井名人が押される展開というのは、まあ、王座戦以来なのかなというふうに思いますので、まあ、まだまだどうなるかわからないというところですけれども、作戦だけを見ればこの9四歩という手は現状成功となっているのかなというふうに思います。そして本譜はここで先手の藤井名人からすれば、まあ、と金が潜んでいて、次に例えば5八歩と垂らして5九歩成であるとか、あるいは7七角成から5九とと入っていきますと、いきなり飛車が詰む形となっています。それまでに手を作っていきたいというところです。ですので実戦は6四歩とひとまずついていきます。同歩に対しまして6九歩と打っていくのがひとまず受けの攻守で、これでと金を逃げてくれれば、その分先手の攻めというのが一手分加算できる計算になりますので、まあ、例えば5五銀であるとか中央から抑え込んでいく手も可能となっていきます。控室ではこれ粘り強い一手とも評された、そんな一手でもあったんですけれども、ただ実戦はこの手に対しまして豊島九段もまた細かい秘技を放って、それが9三桂という手、先ほどまでずっとこう取られそうだった8一の桂馬だったんですけれども、この瞬間に桂馬を跳ねていきますと8五の銀当たりになっていて、まあ、これは当然先手も逃げるしかないんですが、まあ、この9三桂と8四銀の交換だけ見てみれば、後手からすれば無条件でこの桂馬を捉える手というのがなくなっていますので、まあ、これはプラスにもなっているかなと思います。そして本譜はさらにこの9三桂を生かした手順で、どんどん豊島九段は先手の藤井名人に対して攻めかかっていきます。
それが2六桂という手。これは2七玉と上がっていくしかないんですが、そこで3八歩と打っていくのがさらなる攻めの継続手となっています。これもまた気づきにくいところなんですけれども、後手番というのは2筋には歩が利かないものの、3筋には歩が利く局面でありましたので、ここで2六桂から3八歩という手は、言われてみれば当然打てる歩の手順なんですけれども、気づきにくい銀桂交換というところです。当然、歩で銀を取れるわけにはいきませんので、同銀としていくんですが、以下同桂なり、同玉。そしてさらに、ここで豊島九段は5八銀と放っていきます。ここまで進んでいけば、先手の8一馬という手は、確かにこの取ったところで、2七の地点まで攻防に効く、そんな馬の手順でありましたので、まさに9三桂というのは、ただ取られるだけでなく、8一の攻ポジションの馬移動も防いだ、そんな一手であったのかなというふうに思います。また、後手の豊島九段のこの5八銀なんですが、一例として同金と取っていきますと、これは同と素直に取っていきます。同金に対しまして、そこで5七歩と叩いていくのが攻めの継続手で、同金にさらに4五桂と跳ねていきます。これは先手からすれば、思ったよりも非常に厳しい攻めでありまして、例えば一例として4六金と上がっていくんですが、このように進んだ際に、そこで5七桂成となっていきますと、これが次に、例えば6六角から4八金の筋であるとか、あるいは5八金打ちとされた際に、先手の飛車、現状6九歩と打っている形でありますので、飛車を横に逃げることができません。飛車玉接近の形というのは、かなり将棋の中では危ないとされているんですけれども、その理由は、この飛車を取られてから、またさらに手順で飛車を持ち駒にされて攻められるという側面がありますので、意外にもこの5八銀打ちは、先手からすれば同金とやりにくい局面となっています。ですので、実戦はこの手に対して、先手の藤井名人は6三銀成と攻め合って、以下4九銀ならずに同金と進んでいきます。さてここまで進んでいきますと、いよいよ先手の藤井名人は自陣の飛車を取られて、また6八にと金も残っている状況で終盤戦に進んできたなというところ。現局面はプロの先生方の中でも先手が少し進歩しているなと、そんな印象を持っていました。対する後手の豊島将之九段は、現状これ6三銀成が5二の飛車に当たっている局面ではあるんですけれども、まだ例えば仮に5二成銀に同金と進んだとしても、例えば飛車を脇腹に打たれても5一歩と底歩が効く形となっていますので、そんなにすぐに潰れる形ではありません。いわばそういった、手数計算がしやすい状況にありますので、本譜はここで3六歩と打って確実に攻めていきます。これは先手玉が現状玉頭が非常に薄いところでありまして、例えば仮に5二成銀と進んでいきますと、これは先に3七歩成となっていくことができます。同桂と取っていきますけれども、そこで5二金と手を戻していくと、これ飛車の王手に対しましてはやはり5一歩と底歩で対応することはできますし、また3六歩という手、3七歩成と一回王手をかけただけに見えますけれども、この一手が入っていることによって同桂で次に3六歩から確実に攻める手というのが生じています。この交換かなり先手からすれば危険というところがありますので、したがって先手の藤井名人はこの3六歩はさすがに手抜けないというところ、同歩に対してさらに4五桂と進んでいきます。これでいつでも後手は、5七の金取りは当然ながら3七歩と叩いていく筋も可能になりましたので、いや本当に後手の豊島九段は卒がないというところでありますし、また現局面の評価値はと言いますと、現状後手の方が勝率 65% 程度となっています。先手の藤井名人もずーっと最善手の対応で、こう指し手を続けているんですけれども、ただ後手の豊島九段が本当に力戦勝負で指し手を進められていまして、いや藤井名人は当然終盤力のこの切れ味鋭さと、それに加えて中盤力の対局感の良さというのもありますので、この総合力が問われる力戦系でここまで対応できる豊島九段というのは、もう本当に尊敬しかありません。そして現地では現局面でついに持ち時間というのが、先手の藤井聡太名人が残り20分程度、対する後手の豊島九段も40分程度となっていましたので、もうお互いに持ち時間を使うのが難しく、本譜は先手も苦しながらというところですけれども、3四香と放って、これ例えば仮に5七桂成となっていきますと、それは3二香成と進んで、同玉に対しまして2四桂から、これは結構後手玉も危ない展開となっていきます。対応によりましてはいきなり後手玉も詰んでしまいますし、また2三玉と上がったり3三玉でギリギリ詰まないというところであるんですけれども、そこで5二成銀とこれで飛車を取っていきますと、これはさすがに後手玉も詰めろになっているかなと思いますので、基本的にはこの3四香に対しましては後手はひとまず受けるしかありません。
本譜は3三歩と打っていきます。一見すればこの3四の香すぐに3三歩で取られてしまう形となりましたので、まあ、これちょっと先手が何をしているのかわからないというところなんですが、真の狙いとしましてはそこで4六金と上がっていく手になります。このように後手というのは歩切りにさせてから金を上がっていくことによって、まず3筋に歩を打つ3七歩から同桂同桂なりに、まあ、2五桂というような追撃なくなっていますし、また変えて例えば単純に3四歩と香車を取っていきますと、これは5二成銀に同金、そこで4五金と進んだ際にかなり右辺というのがさっぱりしていますので、まあ、入玉形も場合によっては狙える、そんな局面になっているかなと思います。つまりこの4六金の局面では先手の藤井名人も少し苦戦は意識していたかなと思うんですけれども、すぐには崩れませんよと意思表示を示したそんな一手でもあり、また本譜はこの手に対しまして豊島九段は5七桂ならずと一度入っていくんですけれども、4八金に対してそこで3四歩と取り込んでいきます。また現局面から私はアベマの大盤解説を見ていたんですけれども、そこには佐藤康光九段が来られていまして、この現局面を、いやー現状はちょっと先手の藤井名人の方が、まあ、やはり桂馬は取れる状況なんですけれども、この6八の時も絶大として効いていますし、まあ、おそらく1回これ取ると思うんですけれども、まあ、本譜も実際このように進んでいきました。ただそこで5九飛車と下ろされた時に、これが結構先手の藤井名人の指す手が難しいと、これは後手の方がかなりいいと思いますと、そのように述べていました。実際に AI の評価値を見ていましても、現局面で豊島将之九段の勝率は 70% 程度となっており、まあ、これがなぜ後手の豊島九段の方がいいのかと言いますと、次に先手の藤井名人からすると、まあ、例えば一例として2四桂であるとか飛車を取る手をやっていきたいんですが、いずれにしましても駒を渡す攻めとなっています。5二成銀は同金とした際に、これ確かに飛車を持てるんですけれども、かえて銀を持たれていますので、3九銀と、まあ、ここに銀を打たれる筋であるとか、他にかえては、まあ、2四桂と打っていく筋もあるんですけれども、これに対しては2三香と返していく手があります。本譜はこの現局面で藤井名人はかなり考えられて、2四桂に2三香という進行となっていくんですが、ただ例えば単純に3二桂成に対して同玉と進んでいきますと、これがまた先手からすれば2六桂から玉を逃げて、そして2九飛成からの先手となっていますので、後手の持ち駒というのは一見すればまあ少ないように見えるんですけれども、実際のところは1枚でも入れば先手玉はもうかなりの危ない状況となっています。そしてまあこの2三香と打たれた局面で AI の評価値はついに後手の豊島九段の方が勝率 80% 程度に、かえては5八銀と打っていく粘りの筋もあったんですが、ただこれに変えて2四桂というのは、まあ、一種の藤井名人の少し攻め合いの、まあ、マジックというのも含まれていたかと思います。そして現局面を大盤解説されていた佐藤康光九段は、まあ、なぜこの順を選ばれたのか非常に不思議そうにしていたんですけれども、約10分程度でしょうか、考えられた後に、いやなるほど、これは藤井名人も逆転を狙っていますねと、そのように述べていきます。果たしてそれが何なのかと言いますと、5二成銀に対して同金、そこで1二銀という順。現局面は厳密に言えばこれ後手の方が勝ちとなっているんですけれども、次に2一飛車までの詰めろとなっており、同香に対しましてはそこでひとまず1一飛車と下ろしていくことができます。2一銀と打って1二桂成というような筋がありますので、ここで佐藤九段は、これって先手の方が勝っているんじゃないの、なぜ後手の方が勝ちになっているんだろうと疑問を持っていたんですけれども、まあ、どんどんこう読みをさらに進めていきますと、いやそうか、これは豊島九段13手詰めがありますねと、4九銀に対して玉を引くのは5八銀成から空き王手がありますので、まあ、そこで玉を上がっていくしかないんですが、ただ2六角成に2七玉、そして4八角成から、まあ、これが空き王手となっていますので1八玉と逃げていきます。そして最後に2八香成に同玉、3八馬から最後に2八金と打っていきますと、まあ、この2四桂から1二銀という順は先手の藤井名人が残した、まあ、一種の罠でもあったかなと思うんですけれども、これをまた豊島九段がちゃんと受ければ勝ちになっているというところ。つまり現局面を少しまとめていきますと、豊島九段はこういった勝負の順、藤井名人からちらつかされていたんですけれども、ただ勝ちということもまた読み切って踏み込んでいるというところです。そのお二人の読みに気づいた佐藤九段は、いやーそんなことが水面下で起こっているんですかと、まあ、納得された様子でした。そして実戦は現局面で藤井名人はさらに考えられた後に、まあ、1、2銀は負け筋だということで8一飛車と打ってどんどん一直線の順というのを避けていきます。実戦はこの手に対しまして豊島九段は最善手の5一銀、
そして3二桂成に同玉と進んでいくんですが、この局面では AI の評価値はついに 90% 程度まで跳ね上がっていました。次に先手からしますと、やはり2六桂という王手が怖いところですし、またここまで進んでいけば3二同玉の局面が後手陣というの金銀3枚で囲まれていて、しかもこの2三の強者のおまけ付き2四桂からの王手もなくなっているということで、いやこれは本当に厳しい情勢になったなというふうに思います。佐藤康光九段はここから、4五金と上がって、おそらく先手の藤井名人は粘っていくと思うんですが、ただこの局面はいくら藤井名人といえどもちょっと厳しいと思いますと、そのように見解を述べていて、本譜も4五金と上がって2六桂、そして3七玉と進んでいきます。銀局面では豊島九段の指し手の候補としまして、まず3九飛成となって、これで王手金取りをかけていく手、このようにしていきますと、相棒する手は考えられるんですが、これ同桂成と、ほぼ無駄のような具合で、銀を取られてしまいますので、基本的には、この3九飛成に対しては、玉を上がっていくしかないんですが、そこで4八竜と金をボロって取っていく手順。また変えて、ここで9九角成と、香車を取っていく手も考えられます。本譜はまたこの2択、難しいところだと思うんですけれども、絶妙ながら9九角成の方が最善手となっていまして、実戦もさらに豊島九段は9九角成と指していきます。おそらくここあたりを観戦されていた将棋ファンの、特に藤井ファンとしましては、藤井名人がここまで追い詰められてしまうのは、豊島九段の本当にこの悲意が詰まった指し回し。そして藤井聡太名人は、当然ながらこう実力をつけている棋士ではあるんですけれども、それと引き換えに、また他の棋士をもまた強くしている、そういったところもありますので、いや、これは豊島九段がうまく指してしまったかなと、そのように思われていたと思うんですが、ただ実戦はなんとここあたりから大事件が引き起こされていくのでありました。それが本譜はこの手に対しまして、ひとまず6四馬と引いていきます。これは何気ない馬引きというところで、現状6四の地点に歩があって、これが馬道止まっていましたので、とりあえずもう馬を活用しなければもう負けても文句は言えない、どう転んでも活用だけはしていきたいというところです。そして本譜はこの手に対しまして3九飛成4六玉と進んでいきます。まだ現局面では、豊島将之九段の方が勝率 90% 程度。先手の藤井名人は現状後手玉に詰めろはかけておらず、対する後手の豊島九段としましては、これ手番を握っていて、例えば4四香であるとか、4四歩。そして他に変えて3八桂成であるとか、4八竜と金をボロッと取る手もありますし、よりどりみどりといったところです。ただなんと恐ろしいことに現局面で後手の豊島九段はとある一手以外の手を指していきますと、急に評価値というのが互角に戻っていきます。その最善手が何なのかと言いますと、4八竜という手、これ非常に自然な一手にも見えるんですけれども、なんとこの局面ではこの4八竜以外の手を指していきますと、いきなり先手の藤井名人も評価値を盛り返していきます。果たしてそれがなぜなのか、これは後ほどの展開として分かっていくと思うんですが、本譜はなんと実戦この4六玉に対しまして豊島将之九段が指していったのは4四香という手。ここでいきなり AI の評価値は先手の藤井名人の方が勝率 51% となっていきまして、ここで現局面を見ていた佐藤康光九段は驚きのあまり、えっという声を漏らしていきます。何が起こってしまったのかというところなんですが、実はこの4四香という手、確かに部分的にはこれ非常に厳しい手なんですけれども、現局面では5七玉とひとまずこの桂馬を玉で取ることができます。4五香と取った局面は次に5九竜以下の詰めろとなっており、部分的には厳しいんですが、ただここでは豊島九段もおそらく見逃していた絶品の受けというのがありました。それが8八歩という手。ここに来て解説の佐藤康光九段は、そうか、この8一飛車という手は確かにこの脇腹に玉に王手をしていったという合駒をさせた、そういった意味合いが強いかと思っていたんですが、この飛車よくよく見てみると、この受けに効いているそういった側面もあったのかと、いわば攻防の飛車打ちとなっていまして、いや、これを大駒広く多く使っていくというのは本当に藤井名人だからこそ指せる技なのかと思います。藤井名人さすがの一手でしたねと、そのようにコメントしていきます。そしてさらに大盤解説では検討が進められていきまして、8八歩と打たれても、これ確かに馬の利きがなくなっているんですが、一応9八馬と引いていく形で、これで馬の活用を図っていくことはできます。これ例えば次に7六馬と引いていったりであるとか、6五金と、これで馬にしっかりつけていくような具合で指し手を進めていく手もありますので、通常ではまだそんなに先手としても簡単ではないんですが、なんとこの手に対しましてはいきなり先手は後手玉に詰めろをかけることができます。それが
3七桂という手。例えば一例として、現局面でここで7六馬と引いていきますと、これはなんといきなり後手玉が11手詰めとなっていまして、それが3三銀と放り込んでいきまして、同銀は3一金前の、これで尻金の詰みの形となります。ですので同玉と取っていくしかないんですが、そこで4五桂と取っていく手が、これが絶品の王手となっていまして、2四玉と上がっていくのは1五銀から同玉。そして1六歩と突いていきまして、まあ、これ2五玉と寄っていくしかないんですが、1五金に3六玉、4六馬と引く形で詰み形となっています。つまるところ、この4五桂に対しましては玉を引くしかないんですが、いずれも3三香からそこで2一玉、3二金から最後に2一銀と打っていけば、なんとこれが詰めろになってしまっているということで、まあ、この順というのは後手の豊島九段が先に4八竜と金を取っていれば、まあ、3七桂の活用も同竜と場合によっては取れる形ですし、また5七玉と引かれる形もなかったところでありますので、まさに5七玉から4五香に8八歩の3手での大逆転というのは本当に将棋の恐ろしさを垣間見たところでした。そして現局面では後手の唯一の最善手というのが3八桂成という手になっていまして、この桂成という手は一見すると5八金で金をさらに引き締められてしまいますし、これ3六竜と引く味を消していますので、ちょっとマイナスな側面が強いんですが、ただそれよりも3七桂という活用がありますので、それを阻止するのに必要な一手となっています。ただまさかこの局面に来て3七桂がこれもう詰めろ逃れの詰めろ級の一手というのは人間では読めないような順となっておりますので、本譜はここまで進んで後手の豊島将之九段は7九竜と回っていくんですが、そこで実戦は3七桂と、ここで先手の藤井名人、やはり桂馬を活用していくのが絶品ということで、まあ終始先手からすればずっと評価値としては 10% 程度を推移していたんですけれども、まあ常に最後の最後まで来ても、この形で大逆転を図れるという、そういった道筋を立てているのも恐ろしいところです。解説の佐藤康光九段は、おそらくこれは後手の豊島九段も異変に気づいていると思いますと、そのように述べており、7七竜と王手をかけていくんですけれども、6七銀と相駒した局面は、ここでついに先手玉というのが安全になっており、まあ、6六金から一間竜の王手は効くんですけれども、5八玉に6七金、同歩と取った形は、持ち駒銀だけですと、逆にかえって寄りづらい格好となっています。またこの順を見ていた聞き手である山口恵理子上流初段は、もう完全に言葉を失っており、いや、こんな順があったんですかと、本当に驚いている様子でした。本譜はもうここまで来ていますと、後手の豊島将之九段は逆にほぼなすすべがなくなっていて、4五桂と捉えていきますと、これついに詰めろになってしまいますし、また持ち駒がなければ何もできないということで、まあ、8八竜と王手をして、これで一応王手と飛車取り、同飛成に対して同馬として、これで持ち駒を再度補充していくんですが、ただこれに対してはまた4五桂と跳ねていく形が、もうこの二段活用本当に絶品ですね。もうここまで来ていますと先手が勝ちとなっています。そして本譜はここに来て後手の豊島将之九段は4四銀と打って粘りに出ていくんですが、これに対して先手の藤井名人はもう完全に逃しませんよということで8二飛車。解説の佐藤康光九段はここに来て、いやもうこういうのは先手の藤井名人逆転することはあるけれども絶対に逆転されることはありませんので、こういうのが対藤井戦では本当に大変ですよねと、そのように解説されていました。この飛車打ちは8八の馬取りになっていますので9八飛車と打って、まあ、これで紐をつけながら次に6六馬や5五馬の空き王手を見せていくんですけれども、実戦は現局面の次の一手が完璧な決め手となりまして、豊島将之九段が投了となりました。それが4一銀という手。この一手は2一玉とひとまず引いていきますと、これは3二金から1二玉に、そこで4二馬と取っていく順で、まあ、これで詰みではないんですけれども、まあ、一応2二金以下の必至となっていまして、もうさすがにこれは受けがありませんので、ひとまず4一銀は後手からすると取るよりありません。ただこれ取っていきますと、そこで5二飛成という取っていく手がありまして、同玉には長いながらも6三金から4一玉、そして5二金と打って、同銀にはそこで同金と取っていきます。全部最後清算していった後に5二金から3一玉、そして4二金に対しまして2一玉に、そこで3一金から最後2一銀と取っていく形で詰みとなっています。また5二飛成に対しましては同銀と取っていく手があると思うんですが、これに対しましては5四に桂馬を打つ筋がありますので、4二馬と切ってから5四桂と打って、これで3一玉に対しまして4二金から
で、また再度、最後2一銀と追っていく形で積み形となっています。まあ本当に最終盤におきまして、まあ様々な勝ち筋があると思うんですけれども、先手にとって、まあこういったところで、ただ捨ての銀で、もう投了に追い込んでいくというのは、まあまさに藤井名人ならではの終盤というところでありますし、また後手の豊島将之九段は、中盤おそらく100手ぐらいまではずっとほぼ最善の指し手を続けて、まあ正直私としましては、完璧な豊島九段の一局だったなと、そのようにも振り返っていたぐらいなんですが、ここに来て先手の藤井名人がまさかのこの3七桂からの大逆転を図っていくというのは、いや、これはもう本当に将棋史にも残るような、名人戦第1局ですけれども、年度始まってからの本当に名局賞候補の1局を指していただいたなと思います。また、感想戦では豊島将之九段は、まあ、終始冷静ではあったんですけれども、やはりこのような大逆転負けを喫してしまいますと、さすがにちょっと感情的には辛いというところもありまして、かなりしょんぼりしていたような様子が印象的でした。いや、もうこの4一銀に同玉という変化は、もう完全に先手の方が17手詰めで勝ちというふうにもなっていますし、まあ前回藤井名人と豊島九段が戦われたのは王座戦の挑戦者決定戦の時ですけれども、その時も大逆転勝ちというような内容で、名人戦第2局目以降はこういった展開を避けつつ、また豊島九段には頑張っていただきたいなというふうに思います。本チャンネルでは藤井聡太八冠や羽生善治九段の名局を分かりやすく解説しております。ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。